岸田総理大臣は午後6時から記者会見し、来年秋に今の健康保険証を廃止し、マイナ保険証に切り替えるスケジュールを当面維持する方針を説明します。会見に先立って岸田総理は、総理官邸で加藤厚生労働大臣や河野デジタル大臣ら関係閣僚と詰めの調整を行いました。この後会見で岸田総理は、 今の保険証を来年秋に予定通り廃止した後もマイナ保険証を持たない人向けに交付する資格確認書を積極的に発行することや当初1年とされた資格確認書の有効期限を最大5年とすることを念頭に延長することを表明する見通しです。